私たちに力を。楽しい時間にはならなそうだ。
う必要はないのよ。せいや。楽しい時間にはならなそうだ。戦う必要はないのよ。
賊の魂に入れよう。油断せず状況を見極めましょう。
さっさと片付けるぞ。せいや。あなたと争うつもりはないの。せいや。
この王さ、このくらいの大きさなら大丈夫。一悶着を起こしてくれるわ。私たちはおとりになるだけでいい。あとは向こうへ優しく誘導するの。攻撃を避けながら、あのオロッコが宿営地に突進していくまで。彼だ。手を貸そうか。じゃあ両手とも頼む。任せな。
負けがすぐ。生きてたんだな。コンソートに追われないようにするには死んだと思わせるしかなかった。すまない。いや、そんなのはいいんだ。お前も軍を脱走したんだろう。なぜだ。戦えなくなったんだ。あれを目にした後は。消化。ああ、消化だ。頭から離れない。考えるだけで腹綿が煮えくり返る。なんで俺たちがあんな目に。俺だって同じ気持ちだ。あれから毎日そのことを考えてる。恐れているのだ、小動物のように。お前には長らく期待をかけていた。だがこの有様だ、どしがたい獣どもめ。ここはどこなの？みんなは？お前一人だ。ここに導かれし者よ。私が求めている知識をよこせ。破滅へと向かっている。今は私の問いにだけ答えろ。こちらを向け。向かないとこの場で殺す。これは誰の顔だ？何も答えないわよ。仲間がどうなったのか教えてくれるまでは。
コラ司令か。あやつはなぜ私から心を閉ざしたのか。だが、成り代わる者の名は分かった。虫図の走る余計な記憶とともに。そんな。お前の運命は後で決める。マーナのところへ戻ろう。なんだかウキウキしてるね。もうあいつのくだらない予言を聞きたくないだけだ。もうあいつのくだらない予言。お兄ちゃんの恋愛も見てほしいわ。俺への当てつけか。
Thank you.
カルダーは解放してやったぞ。アナホリアがそこら中ほじくり返してルトの伝言です。よろしい、今度はこちらが約束を果たす番だ。アルファリウスはもうヘレルソウルを出た。見つけたくばこの町を出て右に進むがいい。よし、後をつけるぞ。あいつらが通り、一度目はま、二度目はた、つまり欲しいも俺たちの。そうだ。